今や僕たちの生活に欠かせない交通手段として親しまれている地下鉄。その地下鉄の歴史から新しい技術までを見て触れて動かして学習できる参加型ミュージアム、それが地下鉄博物館。それでは行ってみよう。地下鉄博物館へようこそ。それではこれから地下鉄博物館をご案内いたします。こちらは自動改札です。駅と同じように入館券を買っていただいて、こちらに通して入館していただくシステムです。この改札は実際に地下鉄で使われているものと同じなんだって。さらに入館券は記念に持ち帰られるんだ。入ってすぐにびっくり、なんと本物の電車がお出迎え。黄色い方が日本最初の地下鉄車両1001号車、赤い方はファンの多い丸の内線301号車だ。実際に車両内に乗ることもできるんだ。ん？このゴツゴツした壁は一体なんだ？こちらはシールドマシンカッターディスクの実物です。2008年6月に開通した副都心線のトンネルを掘ったもの。案内の女性と比べるとその大きさがよくわかるぞ。こちらはメトロパノラマです。11本の HO ゲージ模型電車が走る大迫力に思わず釘付け。ディテールにこだわったジオラマも必見。こちらは千代田線6線系の運転シミュレーターです。動揺装置という機械がついているので本物の電車の揺れが体験できます。まるで本物の電車を運転しているようで、気分はまさに運転手。その他にも地下鉄のことをよく知ることができるコーナーが盛りだくさんの地下鉄博物館。みんなで遊びに行ってみよう。